はい、 J チャンネルです。よく初心者の方質問があるのは、指にタコはできたら痛いですかというんです。質問がありますが、それにお答えしてみたいと思います。やっぱりね、痛いんですよ最初は。アップにしてね見るとこんな感じです。ほらほら、こんな感じです。ほら、普通の指と全然違う、右手と全然違うでしょ。ほらほら、これぐらいです。もうへこんでます。弦の跡がついていて、ほら全然こっちの指と全然違う。同じ薬指です。同じ中指、中指、人差し指同士、中指同士、薬指同士。だから左手がこんなになっちゃってるんですよ。ほら、これがタコです。これが硬くなってるから、押さえたら弦の跡、これがね へこむんですよ。ほら、へこんでる。へこんでももう痛くなくなっちゃってるんですよね。こういう感じの。人によって押さえ方がちょっと違いますので、こうなりますが、こう。ほら、これがもっと硬くなるんですよ。今、剥げたりしてますけど、これぐらいになれば痛くないです。これちょっと若干爪が長いですね、これはね。少なくてもこう見て爪が出て、見えるようじゃ長いですね。これぐらい、これもちょっと長いな。でもこんな感じで、こうね、全部こう、タコはできます。タコは痛いもんなんです。痛いけど、これを鉄が当たるんですからね、皮膚に。痛くて痛くてしょうがない、当たり前。でもこれを慣れてくると痛くなくなってくるんですよ。ほら、もっとひどい時はもっとね、もっとあります。今ちょっとやってないからちょっとこれぐらいですけど、こんな感じですので、皆さんも頑張って、タコはできるまで頑張ってやれば、少しこうね、頑張ってやってみてください。タコできないと思うね、話になる。できない人もいるんですよ、たまにはね。できない人もいるけど、大体の人がタコできて、こう言ってね、押さえても痛くなる、なくなるので、初心者の方が我慢して何ヶ月かやれば、こういう感じになってきて痛くなくなりますので、それからまた勝負ですので、頑張ってみてください。 J チャンネルでした。